はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回はパワプロ2018の栄冠に続きをプレイしていきたいと思います。まあ現在中堅というところですね。ちょっとね、もしかしたら声が聞き取りづらい点もあるかなと思うんですが、これはちょっと最近やらかし気味の、収録の設定の問題ではなくてですね、単にちょっと喉の調子が、あと鼻の調子が良くないというところで申し訳ないんですけども、ちょっとね、お聞き苦しい点だけはご容赦をいただければなと思います。まあ、夏のね、予選がもうすぐ始まろうかというところなので、まあ、基礎能力を上げつつコンディションも整えていかなきゃいけないのかなっていうね、時期に来てます。なのでどうだろう、ミドルマスは積極的に止まっていきますか？と言いつつなんか止まれなそうだな。お、ラッキーで疲れが取れましたね。そしたら感染を入れちゃう？感染を入れて、次1が出てこなかったらもうその時点で、土曜日の、緑マスは踏めないんですが、おお、踏めた。OB のところに止まれないですね。プロ OB のところに。お、でもまだ可能性は残ってるな。ここは本当に飛ぶ。まあ、レーナいいですね。まあ、この夏の甲子園本当に出たいんで、ちょっと頑張っていきましょう、本当に。就任1年目で、いきなり出たはいいものの、その後は、甲子園と縁がない状態が続いちゃってますからね。日曜日に特訓マスが見えてきましたね。あれは止まっておきたいな。まあ、もちろん合宿もやっていきますと。木曜日にはアイドルも見えてきたぞ。しかもアイドルが連続でいる。これアイドルでノリノリにしてもらって、公式戦に突入が一番いいですね。よし、タイエース。広角打法とかがね、欲しいといえば欲しいんですけど、ぶっちゃけたところは。1年生の萩野はまだまだ急速だな、この辺りは。1年生はね、まだまだミートミートですね。まあ、2年生とかになってくるとね、違う練習、まあミートか走力かっていうところにはなってきますけど、あと弾道も2年生は2までは上げておきましょう。
練習効率が上がって励ますっていう無意味さがありますけど、まあいいでしょう。さあ公式戦だ、公式戦の前最後はそしたらバント練習だ。さあ張り切りボーイ誰にするかだな、まあ、ここは西田くんにしとく。石森か西田か、あ西田だ、頼むぞ。投手にするとね炎上して試合にならないことが多いので、ここは無難に打者西田くんにかけましょう。さあ早速西田だな、ここはまあ流し打ちでいいかな。お、どうだ、まあしょうがないね。1点先制はしてるんで、おお、いやいや同点に追いつかれてる。2球で追い込まれちゃうとね、もうちょっと何もしてあげられないんで。うわー、最後はしかも見逃し三振か。ちょっと待ってね、しかも負けている。ちょっと待ってね、これさ相手のピッチャーのちょっと内容も見ておかないと本当に負ける可能性があるな。対地左打者は F か、スライダーに V スライダー、ストレートは141キロ、アリオシって A 感ないんじゃないや、転生プロですね。ただ対左打者 F でしょ、どう抜けるだろう。いやーこれはちょっと上がりすぎでしたね。いや1回戦負けはないぞさすがに。2球で追い込まれんだよな。うわー、しかもストレート空振りか。うわー、打ち上げた、ポロってくんないかな。しかもここでピンチか、ここ絶対押さないともう本当にまずいな。よし、最後はストレート。ただ連続でピンチだな。しかも今回ワンアウトランナー三塁一塁。ここは抜かれてる。マジか。いや A 館ナインこれあるからな本当に。ちょっと待ってくれ、サードだろ今のは。今のはサードでしょうよ。スクイズだ、これ一塁、三塁ですね、言いたかったのは。二点ビハインドに変わっちゃったからな。でも大丈夫だね、よし。さあ2点差、頑張りましょう。まあさあ黄色い線を背中に向けてどんなバッティングを見せるのか。
だ。これは、おお、抜けた抜けた。よし、これはタイムリーになる。ナイスバッティング。で、これ有吉から曽我くんに変わりましたね。早速じゃあ曽我くんの投手データを確認しましょう。球持ち丸か。ただ球速130キロ、シュートにフォーク、通信も持ってるわけだな。まあ有吉よりかは打ちやすいかなっていう印象はありますけど。よし、デッドボール。まあ、よしなのかな。さあ、ここは引っ張って持ってってくれ。当たりは良かったんですけどね。どうだこれは。しかもノーアウト二塁というピンチ。このピンチをしのいでいい流れに変えましょう。これは一塁はどう。まあしょうがないね、捕球は上げてないからね。これはゲッツー。よし、これで菅原くんを抑えれば。よし、これはセンター落下点入ってるね。 OK。 さあ最終回の裏です。ここで点を取らないと負けちゃう。いやー、チャンスに強くなるって言われてもチャンスも何もないんだけどね。まずはデッドボール。一塁はセーフ。よし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 。タイミング的にもね、ヒット性の当たりではないものの、タイミング的にはヒットかなっていう当たりに感じましたけど。角田頼むぞ。追い込まれたか。これゲッツーだけはやめよう。ゲッツーだけはやめよう。ゲッツーだけはやめよう。よし、うわー、ボテボテだな。よし、アウトかー。セーフじゃないか。平山頼むぞ。デッドボール。ここ石森か。石森は悪くないぞ。ただ一応いや、石森だな。ここはイシモリ頼むぞ。打った。どうだ、入るか。入った。逆転サヨナラ満塁ホームランですね。いやー、イシモリよく決めてくれた。ちょっと本当にヒヤヒヤしちゃいましたけど、危ない試合だったな。逆転サヨナラ満塁ホームランですからね。角田がチャンス F に下がった。まあわかるよ、ちょっとチャンスで凡退しちゃったからね。まあまずは疲れを取りましょう。
お、ネギシが。さらに、T 交換券くれるの。持ってるよ、もう。買っちゃったからな。満塁男をじゃあ根岸君に使ってあげよう。劇的な勝利を収めたんでね、前回初戦で。ここはもうノリに乗っていきたいな。さあ今日の張り切りボーイは誰にする？まあここは角田だな。前回角田不甲斐なかったからね、ちょっと今回は角田のいいところ見せてもらいたい。あとは山谷がね、調子がいいはずなんで、前回の試合の後超ノリノリになってたんで、まあ好調はまだ維持してくれてるでしょうと。さあ試合の方はいきなり2点先制してくれてるね。まあ安心して見ていけるな、リードしてると。ただ1点返されてリードは1点だけか。なんか2、3点はねリードしておきたいんですけどね。石森か。石森は前回ホームラン打ってくれてるからな。逆転の満塁サヨナラホームラン打ってくれてる。で打てるピッチャー山谷、自らのバットでなんとか。もう1点欲しいけど、ここは空振り三振で守備ですね。ワンアウトランナーが二塁一塁か。ここは大きい当たりは嫌なんで、低め中心で攻めてもらおう。さて相手の方なんですが、まず池上くんは走力が速いですね。豊田は走力勝てるか。し柏原、これ山の神じゃないですよね。で大川原くんで合ってるかな。パワー D か、ちょっと怖いバッターですね。あと丸尾もパワー C ありますね。ちょっとここは警戒していきましょう。打たれた。あー抜かれたか。これ二塁ランナーは返しちゃダメですからね。逆転だけはされちゃいけないんで。まあ、低め中心でいこう。これは追いつくね。あ、なんだったんだろう。おい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 。おい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 。レフト。レフト、レフト。村上。いやー、攻められないよ。攻められないけどさ、村上くん。そりゃないでしょう。落下点間違って入ったな。うわー。ちょっと村上動き悪いな。そうか、丸尾パワー C あったもんな。迂闊に行っちゃったか。まあ、ただまだね、諦めるには早いですからね。さて満塁男をつけてあげた根岸くん。感じるぞやる気を。
打った。どうだ。入ってくれ、入ってくれ。あー、ちょっと、もう一伸びなかったか。当たりは良かったですけどね。これはちょっとボテボテの当たりだな。さあ守備、守備です、守備。これはゲッツー、あー抜けるか。ゲッツーシフトにしてれば確実にゲッツーにできましたね今のは。よし、最後はシンカー。3点差あるんでね、もうこれ以上本当に点差は勘弁してほしいんで、ここは大河原を打ち取りましょう。よし、ワンアウトランナーが三塁一塁で山谷、打たれた山谷が自ら返してくれ。よし、抜けた。で、大失策をやらかした石森だな、いや村上だ、村上頼むぞ村上。よし、これはいいところ行ったよ。なあ、ダメか、抜けてかないね。だあ、最後はストレートに空振り三振か。2点差が遠いね。ノーアウトランナーが1塁のピンチの場面ですね。清田か、これ絶対転生プロだろう。あー、やらかしやがったな。まあでもここはゲッツーシフトは変わらずだな。よし、おあつらい向けのゲッツーだ。どうだ、うーん、それるか。いや、守備は鍛えてないからしょうがないんだけど、ここに来てこれは痛いな。うわー、入るか、入らないか。大丈夫だね。とはいえ1点献上か。終盤での3点差、重たいな。めちゃくちゃ重たいわ。3点差、3点差、なんとかしましょう。石森、奇跡の男石森。抜けるぞ、抜けないか、うまいな。見逃し三振、見逃し三振か。うわ、持ってかれた。まだワンアウトも取れないか。しかもヤマヤがちょっと疲れちゃってるんで、ここは電流を切って元気になってもらおう。持ってかれた。いや、そんなに強いチームじゃないんだけどな、相手チームも。まあもうここはね、7点差あるんで開き直っていきましょう。積極打法は
変えようがないんでね。振ってって。センターへの浅いフライになった。取りました。ここは意地を見せてほしい。バッターは2点。山屋の夏が終わるか。いやー、九十九里強かったなー。後半にホームラン2本、スリーランとツーラン、8回9回、この5点がちょっと選手にも監督にも諦めの気持ちが出ちゃいましたかね。さあ、次期キャプテンか、村上か。村上やらかしたからな。ここが梶川だな。機動力重視の野球に変えていきましょう。ピッチャーがちょっとねきついんだよね、はっきり言って。新チーム発足というとこですけど、練習効率を上げて一気に大きい練習を入れてチームを立て直しましょう。はい、というわけで、では、今回はここまでにさせていただいて、次回この続きをまたプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。